足がかりが永遠に一人だね。ポジションになるのかっていう空想の世界で例える最高のコーナーでございます。めっちゃ楽しいねこれ。楽しすぎるじゃんこれ。楽しい。じゃあどれからいきますか。もしもフレーズジッパーが〇〇だったら何がいい。めっちゃ悩むねこれ。クラスメイトがいい。いいね、クラスメイト。じゃあいきます。面白そう。何から決めていきますか。まあクラスメイトの頂点。学級委員みたいな。学級委員いきますか。学級委員、ね、学級委員やっぱフィーちゃんじゃない。まあ確かに言われるかなって思う。寝坊しない、寝坊しないしね。あ寝坊しないし、ね、まあ言っとくけど別に寝坊しがちとかじゃないから。全部詰め込んだんで。そう、聞く前に全部詰め込んでるから。普段寝坊しないから。普段しないから、うん、あんまり使えなさそうだよね学級委員。言ってんじゃん。寝坊ってこと。私が、うん、使えなさそう。最低じゃん。けどやってそう。学級委員みたいな。厳しい。名乗り出たもののあいつ使えねえよなみたいな。そう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 。ピーちゃん風紀委員長も似合うの。あ詰め切ってないと思う。何風紀委員長って何。風紀委員長って何。なんかこう身だしなみとかさ、前髪とかの長さとかスカートの長さとか詰め切ったりとか。あうざいうざい。うざい。言われたくない。中川さんスカート短いです。うるさい。負けるわ。確かにこれは負けるね。ルナピは絶対に応援団長。あ絶対運動会で応援団長。やってそう。なんかやってたんさ。やってたよね。知ってるんだよ。なんか言ってたよね。載せてたよね写真。そうなんかね、見たことある。見たことあるね、うん、なんか絶対に長になって、絶対になんかもう引き入って絶対に勝ちたいっていう気持ちが。絶対赤組じゃない。え、いや違う、水だった。水？あ、水組。青組。青組。そう。でも赤っぽいわ。わかるそれ。ルナピは不良ギャルっていう。ギャル。付き合いしヤンキーもいるわ。よくない、よくないコメント。隣の学校、隣の学校出てきちゃうよ。隣の学校の。ヤンキー、ヤンキー付き合いしだって。ヤンキー付き合いし。ヤンキー付き合いし。何回言うのよ。違う、言わないな。でもヤンキーにもさ、いろんな種類がある。書かれてる、書かれてる。おい、じゃあでもねえ、ゆいちゃん保健委員やってほしい。確かに、いいんですか。体温測りますよ。やってそう。体温測りますよ。てか、なんならなんかクラスメートじゃなくて保健の先生。保健室の先生。保健室通っちゃう。本当に。え、待って、めっちゃこれおもろい。マスカレは全然やらない黒板消し係。わかるかも。めっちゃわかる。彼忘れてたとか言ってた。あとなんかチョークめっちゃ折りそう。確かに折りちゃった。黒板消し係なのに。黒板消すだけ消してクリーナー絶対ウィーンってやらない。いや、わかる。普段わかんないよねって言って降りてきた。まあいいか。ノエちゃん、ノエちゃん、ノエちゃん。パフェだよっていうね。私は、ノエちゃん、何だろう。なんかさっき転校生っぽいって書いてあった気がする。転校生。転校生。でもなんか制服にあのパーカー羽織って。あ、パーソー。ヘッドホン、ヘッドホン。そう、パーカー羽織ってヘッドホン。え、ぼっちってこと。で、端っこにいて。ぼっちってこと。最初端っこにいるのよ。端っこで、窓、
窓見たりしてねえ、わかる、全然話聞いてないみたいな。でも当てられたらさらっとI love you とか答えられる。I love you 言われる、言いてないけど答えられる。待って待って、なんかお寿司見て勝手に勝手になんか答えてるよ。なんかさ、学校でさ、なんかいたじゃん、めっちゃ芸能活動で忙しくてさ、あの全然来ない子みたいな、なんか売れっ子すぎて、なんかむしろ不登校かなみたいな。確かに。それだわ。あー、おもろい。ドラマだったら、のえちゃんどうする？のえちゃん、なんて名前つけたの？のえちゃんの名前、パーカーヘッドホン。パーカーヘッドホン。パーカーヘッドホンってなんだよ。めっちゃ気になるじゃん、それ。なんかめっちゃいいやん。ミステリアスすぎるだろ。芸人さんのコメみたいな。確かに。いる。いるね。いる。だけど、パーカーヘッドホン。あとなんかブツブツ言ってたら実は陰踏んでたとかありそう。だけどさ、のえちゃんってさ、ちょっとブツブツ言いそうな感じの雰囲気あるんだけど、実はなんかめっちゃラップで言ってるタイプ。やばい。確かに。わかるわ。おかしい、絶対友達できないよ。5話目ぐらいから多分あの注目されるキャラよ。そうだよ、ね、5話目ぐらいから気づき始めると。7人の関係性とかは、どこと、どこが仲いい、ドラマチックにしていこう。あ、仲いいの。あ、でもちょっと待って、逆に付き足と中川はなんかバチバチにしたいかもしれない。ね、でも意外とパーカーヘッドホンと不良が仲いいじゃん。いいね。なんで？どうどう。逆に多分パーカーヘッドホン不良一番嫌いなタイプだけど大丈夫そう。最初は、ね、はい、落ちてない。仲良い。え、うちらバチバチ？うちらバチバチ。バチバチ。そうだね。バーガーすごい。バーガー強そう。タイマンや、タイマン。強そうやん。もう始まっちゃうよ。誰かさ、あのすずにプリント届けに行ってよ。保険いいでしょ。保険いいんだよ。いいじゃん。私が届けに。ちゃんと投稿しなさいよ。来てくれ。保健室でもいいから。え、待って、いるいる。保健室の先生。保健室の先生。先生や。先生や。どっちもやるわ。どっちもやるわ。どっちもやるわ。ねえね、学級委員長と不良は実は幼馴染だよね、だって。ああ。大変反対のね。なんかでもマナフィーマジ消されたよ。ありがとう。いい子減った。マジ1個減った。まだ4つあるから。意外なさ、不良こういう関係広くねえな。え、本当だ。今のところ一番矢印なのか分からん。矢印なのか万字なのか分からんのよ。え、でも見て見て、不良不健室が良いって書いてある。不健室の絡みやさん。全部来る。対応できんのかだけど。あとさっきさ、ゆいと月あまねは恋仲みたいな。何それ。待って待って。黒板消し係が永遠に一人。ちょっと待って。いや、ちょっとの息子がある。